メルセデスのチーム代表であるトトボルフは、ニック・デフリースにもっと時間が与えられていれば、レッドブル・レーシングの F1 シートの候補になっていたかもしれないと考えている。昨年のイタリアでのウィリアムズとの印象的なデビューに続き、アルファ・タウリは、2023年シーズンに向け、テデフリースと契約を結んだ。しかし、デフリースは、ルーキー F1 シーズン開始からわずか10レースで解雇され、代わりに、 レッドブルへの復帰を目指しているベテランのダニエル・リカルドがシートを獲得した。アルファタウリと契約する前、デフリースはメルセデスの組織に組み込まれ、2021年にはフォーミュラー E でワールドチャンピオンを獲得。F1 チームのリザーブドライバーの一人としても活動し、昨年はメルセデス F1 チームから FP1 に2回出場している。ボルフはデフリースが F1 になれるにはもっと時間が必要だったし、それが将来的に 大きなチャンスをもたらした可能性があると示唆した。もし、彼にシーズンが与えられていたとしたら、どうなっていただろうもしかしたら、彼も、レッドブルのシートの、本当に良い候補者だったかもしれない。メルセデスのチーム代表であるトトボルフは、ニック・デフリースにもっと時間が与えられていれば、レッドブル・レーシングの F1 シートの候補になっていたかもしれないと考えているという記事。確かに、10レースでの解雇は早いと思います。でも、 それもデフリースが、良い走りを一度でも見せていれば変わったかも。ととボルフは、ニック・デフリースに、もっと時間が与えられていれば、と言いますが、そう思うのであれば、メルセデスのレギュラーに座らせてあげればいいでしょう。いい活躍するかもしれません。デフリースがどうなっていただろうと想像してもせんないこと。彼に期待する人が多いのであれば、次の就職も決まっていることでしょう。